レオポルツ兵衛は、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、デトモルト行政管区、リッペ軍に属す、町村である。この町は、ビーレフェルトと境を接している。レオポルツ兵衛とビーレフェルトは、オスト・ベェストファーレン・リッペ地方の中央に位置している。レオポルツ兵衛の中心街は、ビーレフェルト、バート・ザルツーフレン、ラーゲ、エルリングハウゼンの真ん中に位置している。 町内の最高地点は、町域の最も南西部に位置するメルクスローベルクである。オスニングに属すこの山は、海抜246.4メートルである。最低地点は、最も北東部、クレントルプ地区のジークバッハ川川口付近の海抜81.3メートルの地点である。町名の由来となった、レオポルツ平地区は、町のほぼ中央に位置するが、 面積1.8平方キロメートルで、この町の8つの地区の中で最も小さい。長域を、ビントベーエ、ハイプカー、バッハ、ベントグラーベン、ジークバッハ側が流れ、ベレ側を経由してベーザー側に交流する。レオポルツ平への地熱分布長域は、南のビーレフェルダー・オスニングイコール・フォアラントから、北のラーフェンスベルガー丘陵地への移行部分にあたる。地盤の下層には、 中世代の岩盤と古いコイパー糖の被膜が見られる。トイトブルクの森の方面には、ムシェルカルク等の石灰岩がある。氷記のティルやオードが、ライアス等の粘土岩の少なくとも一部を覆っている。この粘土岩の層は、約100メートルの厚さがある。その下層には、地下水があり、塩分、特に硫酸酒を多く含んでいる。石灰岩は、 工業材料として切り出され、粘土岩はレンガの原料に用いられた。地熱ゾンデによる地熱源や熱ポンプによる地熱採取についてレイオポルツ平衛は中東度から良好で一部に大変に良好な箇所がある。長域は約36.94平方キロメートルで東西約5.5キロメートル、南北約8キロメートルである。メルクスローベルクは 海抜254.5メートルの町内、最高地点である。最低地点は、クレントルプ地区北部のベレ川沿いの海抜81.3メートルの地点である。レオポルツ平への町域は、一面では大都市、ビールフェルトに近いことから、住宅地や交通用地がひしめいており、他方では伝統に基づき農業に利用されている土地も、多い。森林は、比較的少ない。 1996年以降、町議会は、レオポルツ平への不動産、土地管理局を利用して、住宅建設をコントロールしている。その狙いは、若い家族に価値の高い住宅地を手に入れられるようにすることであった。新しい住宅地はもっぱらリルの所有地に設けられている。土地利用の詳細を以下の表に示す。 2012年12月31日現在この町は、北から時計回りに、以下の市と境を接している、バート・ザルツー・フレン、ラーゲ、エルリングハウゼン及びビーレフェルト。ビーレフェルト市のヘ平ペン管区ンブレーニングハウゼン市区、シュティーク・ホルスト管区のウッペディッセン市区及び、レーマース・ハーゲング・レーフィング・ハーゲン市区が、レオポルツ平へと境を接している。町域は、 オルツタイルと呼ばれる八つの地区で構成されている。これらは、1969年に合併するまでは、独立した町村であった。レオポルツ平の町域には、おそらく約2000年前からすでに人が住んでいた。ケルスカー族時代に由来する入植地跡が、ベヒターディッセンにある。紀元後500年頃に成立していたのは、グレステ地区の入植地とベヒターディッセン地区のグートミルゼ、である。 特徴的な語尾のトラップによって、クレントルプは800年以前の中世初期の名称で、あると解釈されている。有力な説に基づけば、この語尾はハウセンの古い形で、ハウセンから一線になったと解釈される。この地域に関する最初の文献記録は、1036年5月25日になされている。ブスドルフ文書には、パーダーボルンヒロツカサ教区マインベルクは、 現在のレオポルツ兵のアーゼミス戦地区の主要農場、ニーダーバルクハウゼンとこれに付随する、エッケンドルフ分農場、エルリングハウゼン農場、メンクハウゼン農場、後のヘイペン省園及びブラックベイでのボルグゼン省園をブスドルフの三次会に霊園として委託した。入植地は、はじめは大規模な単独農場や二重農場を及びやや、 大規模な農業小集落で構成されている。中世後期には、これらの農場の間の土地が開発され、その後小規模な小作農地が形成されていった。現在のレオポルツ平の各地区に関する最初の文献記録は以下の通りである。ニンハーゲン、ベクスターハーゲン、出ンハーゲンあるいは、マッケンブルーフといったハーゲンジートルングは、11世紀半ばから13世紀半ば頃の、 中世世紀に成立した。古い文書に記録されたその他の村は以下の通りである。1500年頃、アムト・エルリングハウゼンとアムト・シェトマールには多くの農場があった。現在のレオポルツ兵への町域もこれらのアムトに属していた。ローゼンハーゲン、ハーケンハイデ、クレントルパーハーゲン、ベクスターハーゲン、ニーンハーゲンを含む現在の町域の多くは、 コルバイ修道院のイゲンハウゼン10分の1税区に属した。エーバーシュタインのフェーデの間に、特に現在の町域南部の農場は大きな損害を受けた。その後、30年戦争や7年戦争では抗軍する軍隊に生産な略奪を受けた。下級裁判権や行政権は下級裁判所の代官と領主とで分担して所有していた。1700年頃、 この地域には、ダールハウゼン、エッケンドルフ、シャッケンブルク、シュッケンハーゲン、ホーヘディスセンといった貴族の大農場やアーゼミスセン、ベヒターディスセン、クレステーベンハウゼン、ホーヘディスセン、ニーハーゲン、エッケンドルフ、ベクスターハーゲンといった農村が出版物に登場する。教会のある村レイオポルツ兵衛自体は、セトマール、エルリングハウゼン、ヘイペンの教会から、 同じ距離に当たるクレントルプとホーヘディス線との間の高台に周辺農場の住民が教会に通いやすくするために1850年から51年になって初めて建設された。リッペ公レオポルト2世は新しい教会の剣道に際してこの地にレオポルツ兵への名を与えた。1921年9月1日の時点で約800人の人口を数えた。 この集落は独立した村になっていた。これは廃止されたホーヘディス戦の一部とグレステの一部から形成されたものであった。これにより、この若い村は、教会村レオポルツ兵となり、行政上の自治体となった。国家社会主義は、レオポルツ兵で2つの異なる反響を引き起こした。NSTP は、当時のレオポルツ兵で、おおむね平均以上の成功を収めたが、 アーゼミス戦では1933年の衆議会選挙でも22%、スピードのわずか半分以下の票しか獲得できなかった。南部の小さな町から NSTP のシンボルを破壊するといった小さな抵抗が繰り返し行われた。1969年1月1日にレム号軍の新設に関する法律が発効し、レム号軍が新設された。 これに伴って、それまで独立した町村であったアーゼミッセン、ベヒターディッセン、ベクスターハーゲン、グレステ、クレントルプ、レオポルツ平イニーハーゲン、出ンバウムが合併し、人口1200人の新たな町、レオポルツ平イが誕生した。レオポルツ平イの福音主義改革派協会宗教改革以前、この地方の協会は、共に、 パーダーボルン市教区の支部教区であるエルリングハウゼン教区とセトマール教区に分かれていた。エルリングハウゼン教区には現在のアーゼミッセン、ベヒターディッセン、グレステ、レオポルツ兵衛、シュッケンバウム、クレントルプが含まれ、セトマール教区にはニーンハーゲンとベクスターハーゲンが属した。1538年にルター派の教会法が採択された。レオポルツヘの長域も ルター派となった。1607年、エルリングハウゼン教区とセトマール教区との協議の結果、市教ディトリヒホンフィルステンベルクとリッペコー、ジーモン6世との協定によって、今後はリッペコー領では、福音派教会を信仰することとなった。住民の多くは、福音主義イコール改革派教会に属している。町の北部地区は、レオポルツヘイ教区に属す。 その教会は1850年から1851年にフェルディナントルートビヒ・アウグスト・メルケルによって建設されたレオポルツ兵衛福音主義イコール改革派教会である。長域の南部はアーゼミッセン・ベヒターディッセン教区に属す。この教会はベヒターディッセン地区にある。両教会はリッペ地方教会のクラスラーゲに属す。現在の宗教分布を知る。 手がかりの一つが学生に対する所属宗教団体の調査である。これによれば2008年現在、1175人が福音主義、185人がカトリック、42人がイスラム教に所属した。一人がその他の宗教団体に所属し、無宗教は253人であった。カトリックのキリスト復活教会は、 1966年から1968年に、エルリングハウゼンの聖ミヒャイル教会の司教会として、クレステに建設された。レオポルツ兵衛の中心部では、2000年から2001年に、やはりエルリングハウゼン教会の司教会として、先例者聖ヨハネ教会が建設された。この新しい建物の建築家は、ディーター・ゲオルク・バウメベルトである。ベヒターニス戦には、 メノナイトの教会が、アーゼミスセン地区には新首都派教会が、ベクスターハーゲン地区には、福音主義自由教会がある。以下の一覧表は、各時点のレオポルツ平朝域、及び現在の朝域にあたる地域を受ける人口を示している。1871年から1970年まで、及び1987年の数値は、国勢調査の結果であり、1975年、 以降は、州のデータ管理、統計局の公的な統計値である。レオポルツ兵への人口推移各時点での長域の、人口現在の長域にあたる地域の人口11921年に、レオポルツ兵衛を形成するホーフェディスセントグレステの一部の人口。レオポルツ兵衛、町役場レオポルツ兵への町議会は、34、議席からなる。 2004年の町長選挙では、現職のゲルハルトシエンメルが56.4%の票を得て当選した。2009年にシエンメルー53.5%の票を獲得して再選された。レオポルツ平衛は、衆議会選挙では、バート・ザルツ・フレン、ラーゲ、エルリングハウゼンと共に第97選挙区に属している。連邦議会選挙では、第135選挙区に属す。 図柄、銀色の斜め破体で赤字と緑地にに分割。上部には、金色の歯車。下部には、銀色の天才が描かれている。レオポルツ兵衛の文章は、1971年3月3日に、デトモルト行政官区長官の文書によって認可された。並体は、レオポルツ兵衛を流れるビントベーエ川を示している。向かって、右側の八つの歯を持つ歯車は、 この町を構成する八つの地区を象徴している。天才は農業、特にエッケンドルフ農場の W ホンボリンスによる天才の品種改良の重要性を表している。旗のデザイン、長軸と平行に赤から黄色から赤と1、2、1の幅に3分割。その中央部分の旗竿よりに町の紋章が描かれている。上りのデザイン、長軸と平行に 赤から黄色から赤と1、2、1の幅に3分割。上部に町の紋章が描かれている。レオポルツ兵へのフェリックス・フェイヒエン・バッハ総合学校は1985年にはすでにフランスのサンゴルティエにあるジャンモーリーン・コレージュと姉妹校協定を結んでいた。このため、この関東の他のコミューンとも関係を築いていた。 この姉妹関係は、1990年に行政レベルでの姉妹協定文書に署名を行った。毎年、いくつかのグループやサークルの訪問が行われている。サンゴルティエのブリンヌのマーケット、レオポルツヘイエの春と秋のマーケットは、毎年恒例の定例プログラムである。1998年12月初め、サンゴルティエで初めてのクリスマスマーケットが開催された。 レオポルツ平衛のサークルや教会がこれに参加した。交換留学も引き続き行われている。生徒たちは授業だけでなく実習も交換して行われている。レオポルツ平衛は1990年9月からドイツ国内の中林原の森の生誕に位置するシュバイナとも姉妹都市協定を結んでいる。約2 5 0トル離れたこの2つの町は 以前から多くの個人的な交流によって保たれており、公的な訪問はわずかな行事に制限されている。年間行事のハイライトは6月のヘイレンフェストへの訪問でレイオーポルツヘーのグループも定期的に参加している。1990年にはポーランドのミスワコビツへと姉妹都市協定が結ばれている。 姉妹都市協定の始めから都市に何度も交流が持たれている。ここでもフェリックス・フェイヒエン・バッハ総合学校とミスワ・コビツへの学校との間で交換留学が行われている。さらに今もある障害や偏見が解消するために青年グループの訪問も奨励されている。レオポルツ平には固有の劇場はないが2009年秋から新しい食堂や多目的館を持つ。 祭事情が利用できるようになった。この他には、周辺市町村の施設を使う必要がある。最寄りの劇場は、バートザルツーフレンのクールウーンとシュタットテアターであり、ここでは、様々なアンサンブルやデトモルト州立劇団が、公演を行っている。この他には、デトモルト州立劇場やビーレフェルト市立劇場がある。郷土博物館、ハイマートホーフ郷土博物館、 ハイマートホーフは農業や手工業分野の文物を展示している。パン焼き用の他に靴や洋服や家具職人の工房も再現されている。現在のハイマートホーフはクレントルパーハーゲンにある。ここは15世紀初めに初めて農園として記録されている。レオポルツ兵では多くの合唱団が活動している。 アーゼミッセン・ベヒターディス戦の福音主義、教会合唱団、レオポルツヘへの福音主義教会合唱団、レオポルツヘエ福音主義教会のプロジェクト、合唱団や子供合唱団、アーゼミッセンの根性合唱団、ホフレオポルツヘイ郷土協会には、アコーディオンオーケストラがある。この他にビュルファーハイプ家、ブラスアンサンブルも活動している。 オリジナルレオポルツ平営民族舞踊団や、レオポルツ平営民族舞踊、民族衣装グループでは、民族舞踊が踊られている。エッケンドルフ農場マイアーホーフガールハウゼン、バルクハウゼン農場のバウエルンブルク2008年から、町の全域がトイトブルクの森、エッケ山地自然公園に属している。エッケンドルフ庭園は、広さ3.4ヘクタールの歴史的な公園で、 私有地である。この公園はおそらく19世紀半ばに設けられた。公園内には樹齢約750年、幹回り13メートルのヨーロッパならの木がある。園内には亜熱帯や温帯の樹木47種が栽培されている。この公園はその構造を現在に至るまで保持しており、この地域で最も印象的で最もよく手入れされた庭園の一つである。 広さ約2.5ヘクタールの歴史的なニーダーバルクハウゼン庭園も私有地である。1895年のプロイセンの測量記録に領主館は小さな庭園の中にあると記録されている。印象的なのは芝生広場の立ち木である。この公園は基本構造が保持されており手入れも良好になされている。ビントベー自然保護地区は56.5ヘクタールの 面積を持ち、町の西と南に広がっている。この自然保護地区は、自然に近く、時に蛇行した川筋や、特徴的な景観の溝を持つビントベーエー川の谷の、形態学上特殊な箇所を含む。川筋に面して、ヨーロッパ藩の木、トネリコ、ヨーロッパなら、市でで構成される幅の狭い森がある。自然保護地区は、河のビントベーエー川が、 ビーレフェルトとの町境をなしているあたり、その反対側の包み、及びビントベーニーデルング自然保護地区に指定されている。ビーレフェルト市内のビントベー下流域に設定されている。ハイプカー税自然保護地区は、町域北部、ベレ川沿いの25ヘクタールを含んでいる。この自然保護区は事実上、二つの小島を含む人工湖、緑地、 森及びベル川の谷の一部からなっている。この地区には、特に湿地、川岸の森、ハンノキ、オーク、ブナの森が含まれる。自然保護地区内で、ハイプカーバ、ハガワとベントグラーベン川がベル川に合流する。グリューテ自然保護地区は、エルリングハウゼンの北にあり、レオポルス平野町域南部のニーダーバルクハウゼン、農場付近にまで達する。この自然保護地区の面積は、 約28.5ヘクタールである。この保護区はグリューテバッハ川にちなんで名付けられた。これは、携帯学上重要な決断にである。この自然保護区は、期日のニーダーバルクハウゼン庭園に直に接しており、グリューテバッハ川はこの庭園の池に水を供給している。グリューテバッハ川は、ホルツカンプバッハという名前の分流があり、ビントベー川に流れ込む。 レオポルツヘイへのスポーツ連盟には、17のクラブ、のべ4492人が登録されている。トゥスレオポルツヘイ本ォ1898には、サッカー、ハンドボール、バレーボール、空手、体操、大衆スポーツの部門がある。体操の第一チームは現在分リーが2部で、活動している。第2チームは、レギオナルリーガで活動している。 この他のスポーツ一般のクラブには、サッカー、コルプボール、バレーボール、大衆スポーツ部門を持つつアーゼミッセンフォン1926、サッカー、卓球、陸上競技、体操、ジャズダンス、ウォーキング部門を持つつベクスターハーゲンフォン1912、大衆スポーツクラブだが、少林圏を取り入れている BSVREV、e、フォン1994がある。 この他のレオポルツ兵のスポーツクラブには、卓球クラブの TTC 出勤バウム、バスケットボールクラブレオポルツ兵、チェスクラブレオポルツ兵、テニスクラブレオポルツ兵、スポーツキャゲルクラブグレステ、キバ、乗馬クラブ、律用出勤バウムがある。ディッピシャーピッケルと酵母、小麦粉、ジャガイモで作った生地にレーズンを入れ、フライパンで焼いた。 小さな焼き菓子をリッピシャーピッケルトと呼ぶ。このピッケルトは温めて、有塩バター、天才のシロップ、マーマレードあるいはレバーペーストを塗って食される。この町は空間上は記述の地区で構成されている。特に町名の由来となったレオポルツヘイ地区とアーゼミスセン地区は充実した社会資本を有しているが、レオポルツヘイだけが本来の中核地区である。 この町は、ビーレフェルトやパーダーボルンといった大都市への便が良いため、若い家族に人気である。2007年から2009年までの間に、レオポルツ平営地区の中心にあたるマルクト広場と通りが近代化され、作り変えられた。道路、レオポルツ平営は、町の南端を通る連邦道 B66 号線を介して、ビーレフェルトや軍庁所在地のデトモルトと結ばれている。 連邦アウトバーン A2 号線は、長域からわずか数百メートルの距離を通っている。B66 号線経由で B レフェルト、東インターチェンジに、群道 k 5号線経由でオストベストファーレンリッペ、インターチェンジに速やかにアクセス可能である。町の南北軸は、修道 L751 号線である。この道路は、バートザルツーフレンシェトマールのアウトバーン E リー口から、 レオポルツ平営中心部を新しいバイパス道路で迂回し、アーゼミス線を抜けて、エルリングハウゼン地区の通りを介して、シュトゥーケンブロック付近で A33 号線に合流する。鉄道、バスエルリングハウゼン駅アーゼミス線地区には、ビーレフェルトハーメルン線のエルリングハウゼン駅がある。この奇妙な名前の由来は、 米型ある鉄道の軌道経路とエルリングハウゼンに駅がないという地理的な位置関係によるものである。1903年10月の路線開通時点では、当時のエルリングハウゼン町は重要な町であった。1910年の人口は、アーゼミス線が、ニーダーバルクハウゼン騎士領を含めて734人、エルリングハウゼンが2774人であった。 駅の命名はそれ以来そのままになっている。この路線のもう一つの駅、ヘルプープはやはり、レオポルズヘイとエルリングハウゼンとの町境近くにある。エルリングハウゼン市の市域内にある、この駅は、クレステのアクセスに重要である。この路線を、1時間ごとに RE82、ライネベーバーデトモルトラーゲビールフェルトや R B、RB73、 ディッパーレンダーレム号マイナスラーゲビーレフェルトが運行している。旅客輸送はオイロバーンによってボンバルディアタレントの機動車を用いて運行している。コミュニティバス路線がエルリングハウゼン駅とベヒターディスセン地区、クレステ地区、レオポルツヘイ地区、シュッケンバウム地区、ニンハーゲン地区、ベクスターハーゲン地区と結んでいる。多くの地域バスがビーレフェルト、バートザルツーフレン。 エルリングハウゼン、ラーゲに運行している。ビーレフェルトへは、夜行バスの便がある。レオポルツ兵への長域は、運賃連盟、デアゼクストのサービス地区である。自転車レオポルツ兵へは、バンダートルートベーザーリッペ及びバンダートルート、ヘルベークベーザー沿いに位置している。空港パーダーボルン、リップスタット空港までは44キロメートル、ミュンスター。 オスナブリュック空港までは7 0トルの距離にある。リッピシェランデスイコールザイトングノイエベストフェルシェ及びベストファーレンブラッドはこの街に関するローカルニュースを扱っている。レオポルツヘアーブラッドは広告誌として観光されている。WDR のスタジオビーレフェルトはこの地域のラジオニュースやテレビニュースを送信している。さらにデトモルトから ラジオリッペを放送している。レオポルツ兵自衛消防団は1928年から組織されている。現在の消防署は1985年に地域連盟の敷地に建設された。町村合併の結果、レオポルツ兵には2つの図書館がある。レオポルツ兵にはビブレオがあり、リッペ市民大学が開校されている。1999年に ビブが建設されるまで図書館は町役場の地下にあった。もう一つの図書館はアーゼミス線の中心部にある。アーゼミス線の図書館は文館に位置づけられている。以前はベクスターハーゲン、グレステ、クレントルプ、出ンバウムにも図書館があった。現在の二つの図書館はレオポルツヘイ町が運営している。青少年文化センターが二つある。 レオポルツ平衛の学校、スポーツセンターのレオスとグレステ南部のクレアーゼである。これらは青少年育成のための広範な学外活動プログラムや余可教育活動を行っている。さらに2009年1月にレオス内にファミリーサービスビューロが設けられ、青少年やその両親のための交流、情報拠点となっている。レオポルツ平野町内では8つの幼稚園が 幼児教育を提供している。その半数が、町立で、タワ労働者福祉会、ドイツ赤十字社、福音主義改革派協会、アーゼミッセン、ベヒターディッセンが運営している。町は、基礎家庭学校、ノルト、アーゼミッセン基礎家庭学校、フェリックス・フェイヒエンバッハ総合学校を運営している。これ以外の形態の学校は、バート・ザルツーフレン、ラーゲ、エルリングハウゼン、 リーレフェルトといった近隣都市に行く必要がある。レオポルツ平町はエルリングハウゼン市との学校連盟の枠組みにより、同市のフレーベルシューレ及び学習用語に力点を置いている用語学校のコストを分担している。2012年10月15日現在、この町の学校には121人の教員と1697人の児童、生徒がいる。児童、 生徒の36.4%が基礎家庭学校、63.6%が総合学校に在籍している。レオポルツ平衛はリッペイコールベスト市民大学連盟に加盟しており、教室を有している。この町では中小企業の主工業が主である。その重点は合成樹脂化工業や機械製造業である。ありがとうございます。